どうも皆さんこんばんは、工藤です。2月4日の金曜日夜の9時4分いや9時5分ですね。はい、というわけで、今日も夜の配信やっていくんですが、今日疲れたね。ちゃんと仕事して働いてね、やってきた方たちの前で言うのもあれなんですがね、はい、私は今日休みだったんだけど、なんか疲れましたね。ちょっとね、まあアニメもそんなに入らないということで、結構時間があったんで、今日は久々に、まあ、この収録で4本目です。はい。で、しかもね、ここ最近ちょっと配信の時間、配信というか収録時間が結構長引いていますね。普通に30分以上、30分近い配信がもう大半みたいな感じでね、もうちょっと短くまとめてもいいんじゃないかと自分でも思うぐらい、ちょっと喋りすぎかなと思ったりするわけなんですが、はい、今日は1日に4本収録して、朝30分くらいで、昼前に40分で、夕方にまあ30分今日喋ってるんで、もうねちょっとさすがにちょっと疲れたなという感じではあるんですが、はい、なのでちょっとこの配信ではちょっとね気楽に短めにできたらいいなと思ってはいますね。はい、まあでも Amazon Music の話は前々からやりたいって言ってて、でなんとか今日ね全部伝えることができたかなと思うので、まあ、一段落っていう感じではありますけど、はい。あとはまあ土日だね。土日で2021年の秋アニメの感想を喋れば、もうあとはまあ、いつものペースになんか戻るんじゃないかなと思ってはいますけど、はい。ガジェット系はね、どうしてもなんかちょっとまあ私のねポッドキャストはカットしたりするわけでもないし、結構あっち行ったりこっち行ったりどちらかったりするんで、まあそれがポッドキャストの面白さではあるんですが、ちょっとね話が長くなりがちではあるので、まあ明日からはもう少し短くなるんじゃないかなと思いますか。はい、なるべくねちょっとね短めにしていかないと私のちょっと体力も持たないので、まあ、ちょっと短くまとめられたらいいんですけどね。はい、というわけでここでまたグダグダ言ってると長くなるんで、ちょっと今日はね短く簡単にいけたらいいんですが、ですね、今日はちょっとアニメの話を、またアニメというか、まあ、エンタメ関係の話をしようかなと思います。はい、何の話かっていうと、ですね、 NBC ユニバーサルアニメミュージックの YouTube チャンネルがありまして、でさっきかな、多分夕方くらいに公開された動画なんですが、 NBC ユニバーサルアニメ×ミュージック、30周年のアニバーサリーティザームービーっていうのが公開されました。はい、で NBC ユニバーサルアニメミュージック30周年アニバーサリープロジェクトが始まるということで、で3月26日土曜日、詳細公開に先立ってティザーサイトが公開されたというふうな感じですね。スターティングパーティー、 NBC ユニバーサルのアニメ音楽事業30周年記念プロジェクトのキックオフイベントを開催するみたいです。30周年を記念するさまざまな試作のスタートとして、声優アーティストによるスペシャルイベントをお届け、で4月から放送のテレビアニメ「かわいいだけじゃない」式守さん声優も出演すると。で YouTube スペシャルプログラムとして MC に VTuber の、私 VTuber も詳しくないんだけど、なんて読むんだろう、舞本圭介さん、ちょっと待ってごめんなさいね、私あんまり VTuber はそこまで詳しくないんですよ。二次三次の人
らしいです、舞本圭介さん。あと森中、あ、なんて言うんだろう、森中、この人も2時3時か、公式バーチャルライバー、森中和樹さんの2人が出てきて YouTube スペシャル番組の配信が決定したと。初回配信は2月25日金曜日の予定となっています。はい、ちょっと公式サイト見ていこうか。まあ、公式サイトというかティザーサイトね、 NBC ユニバーサルアニメミュージック30周年アニバーサリープロジェクトのティザーサイトをちょっと見ていきます。まず3月26と3月27にアニメジャパン2022が開催されるみたいですね。うん、まあ毎年やってたよね。去年とかちょっとねコロナでどうなったとかあんま覚えてないんだけど、うん、まあ私一回も行ったことないんだけどね、アニメジャパン実際には。だいたい YouTube で各ブースのなんか映像とかさが流れたりするのをまあチラチラ見たり、後から情報を得たりするくらいで実際に行ったことはないんだけど、はい、まあ、今年は3月26の土曜日と27の日曜日9時から17時で、東京ビッグサイトですね、でやるみたいです。ブースステージとかスケジュールは、まあ、まだ非公開、非公開というかまだ決まってないのかな、カミングスーンってなってますね。はい、そっか、アニメジャパンやるんだ今年ね。まあアニメジャパンはね結構でかいアニメのイベントなんで、アニメジャパンの公式ページも行ってみようか。アニメの全てがここにある、うん、東京ビッグサイトでリアル開催決定。大丈夫なんかね、漫画化し、あ、じゃあアニメ化してほしい漫画ランキングとかっていうのもあるんだね。そういえば節分の話とか一切してなかったな私ね。西川さんスペシャルライブステージやるんだ。公式アンバサダーに TM レボリューションの西川さんが就任したみたいです。まあ私はね住んでるところが青森県なんで、なかなか気軽に東京に行くことはちょっとできないのでね、まあ今年もオフラインじゃなくてオンラインで観覧っていう感じにはなるかな。うん、26土曜日と日曜日か、まあ、休みだからね、普通に YouTube でライブ配信とかしてくれたら見れるかなとは思いますけど、はい。じゃあ次、4月30日 NBC ユニバーサルアニメミュージック30周年アニバーサリースターティングパーティーですね。4月30日土曜日は、あ、土曜日の日中と夜か、ゼップダイバーシティ東京、チケットはカミングスで、アーティストはことこさん、でこれさっきね調べたんだけど、ね、中島ゆきだっけな、合ってる、中島ゆきさん、ちょっと待って、見たことあるような気はするんだけど、中島ゆきさん子役とかモデルで活動してて、2015年から声優として活動開始している。バンドリの今井梨沙役、ちょっとあんまり分かんないな、今井梨沙って誰だっけ、バンドリの今井梨沙、あー、はい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 、ロゼリアの子ね、あー、この声優さんか、あー、まあじゃあなんとなく分かるかも、あ、まあ声はなんとなくわかるかも、はいはいはい、ちょっとギャルっぽい子だよね。うん、なるほど。その中島ゆきさんと、あと那須尾さん、那須尾さん、数々のカバー曲 YouTube に配信、チャンネル登録者は24万人、知らないな、後でちょっと聞いてみようかな。なんか曲歌ってんのかな、アニソン、わかんないな、ちょっと後で聞いてみます。はい、
その那須蔵さんとか、あとアニメーションでは可愛いだけじゃない式守さん、式守役の大西さんと、泉かな、泉役の梅田修一郎さんの2人も、まあ、登場するというのが、まあ、4月30日に行われるみたいですね。はい。そして次、YouTube スペシャルプログラム、これさっき言ってたね、2月25日金曜日17時から、第0回が配信決定、出演はバーチャル VTuber の舞本圭介さんと森中和樹さんでしたっけの2人が、はい、なんか YouTube で配信やるらしいですっていうのが YouTube スペシャルプログラムで、30周年アニバーサリースペシャルグッズもあるみたいですが、それに関しては3月26日に情報が公開されるらしいです。はい、カミングスーンとなってますね。まあ、公開されたばっかりのティザーサイトなんで、まだまだ情報はね少ないんですが、うん、今のところ分かってるのはだからアニメジャパンに出展しますよっていうのと、あとはスターティングパーティーっていう、まあ、ライブかな、アーティストによるライブがあったりすること、あとは YouTube 上で、まあ、VTuber のライブ配信があるといったところかな、うん、です。はい。まあ私はどれにしても結局多分 YouTube で全部ねライブ配信とか、まあ、見るんだったらね、うん、見るんだったら、あ、でもスターティングパーティーはライブ配信とかするのかな、ちょっとわかんないな。うん、4月30のスターティングパーティーはライブ配信するんであれば見れるとは思うけど、土曜日なんでね。うん、まあでも普通のライブ配信、ライブっぽいからないのかな、なければ私は見れないですね。はい。なのでアニメジャパンのブースのなんかライブ配信があれば見れるし、あとは VTuber の配信もなんか見れたら見ようかなとは思いますけど、はい。でてかそもそも NBC ユニバーサルアニメってどんな作品があるんだ。あー、え、天才王子の赤字国家再生術って NBC ユニバーサルなんだ。ほう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 。あ、2022年の新版映像がまとまってて、可愛いだけじゃない式守さん、天才王子の赤字国家再生術、あ、失格者の最強賢者、週末のハーレムが NBC ユニバーサルのなんかアニメというかになってるのかな。なるほど。はい。まあ、私が見てるのは天才王子の赤字国家再生術だけですけど、可愛いだけじゃない式守さんはちょっと、まあ、4月からですけど、はい、見ようと思ってるんで楽しみですね。うん。というわけで、そんなところかな。はい。よかった。短くまとまりそうで。はい。まあちょっとね、今日は短めではあるんですが、NBC ユニバーサルアニメミュージックの、30周年を記念したプロジェクトということで、まあ、いろいろ始まっていくみたいなんで、はい、アニメ好きな方はぜひチェックしてみたらいいんじゃないかなと思います。それでは、また明日の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。